群馬県第2区はかつて存在した衆議院の選挙区。1947年の第23回衆議院議員総選挙から設置された。廃止島で定数は3。現在は群馬2区の一部と群馬3区に分かれている。自治体の名称は第40回衆議院議員総選挙時点のものである。1950年公職選挙法施行当時の 区域は以下のようである。第40回衆議院議員総選挙7月18日執行、当日有権者数41万3396人、投票率74.84%第39回衆議院議員補欠選挙3月29日執行当日、有権者数1投票率。 67.03%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行当日有権者数39万4195人投票率81.65%第38回衆議院議員総選挙7月6日執行当日有権者数37万5585人投票率 82.78%第37回衆議院議員、総選挙12月18日執行当日、有権者数、36万4462人、投票率、78.27%。第36回衆議院議員総選挙6月22日執行、当日有権者数、34万8215人。 投票率79.68%第35回衆議院議員総選挙10月7日執行当日有権者数34万5692人投票率70.76%第34回衆議院議員総選挙12月5日執行当日有権者数33万2219人投票率 83.27%第33回衆議院議員、総選挙12月10日執行当日有権者数、31万535人、投票率 86.、86.80%第32回衆議院議員、総選挙12月27日執行当日、有権者数、289。262人投票率 84.、84.89%。 第31回衆議院議員総選挙1月29日執行、当日有権者数、26万5741人、投票率 76.、76.83%第30回衆議院議員、総選挙11月21日執行当日、有権者数 25,、25万865人投票率 80.、80.15%、 第29回衆議院議員総選挙11月20日執行。当日有権者数。24万22人投票率 81.。81.12%。第28回衆議院議員総選挙5月22日執行。当日有権者数。23万4033人。投票率 86.。86.54%。第27回衆議院議員総選挙2月27日。執行。 当日有権者数、226,026人。投票率 86.、86.69%第26回衆議院議員総選挙4月19日執行。当日有権者数、221,467人。投票率 84.、84.93%第25回衆議院議員。総選挙10月1日執行。当日有権者数、221,088人。 投票率 83.、83.49%第24回衆議院議員。総選挙1月23日執行当日、有権者数、21万1967人。投票率 78.、78.77%第23回衆議院議員総選挙4月25日執行。当日有権者数、21万5708人。投票率 73.、73.84%。 ありがとうございます。